ペリリュー神社は、パラオ諸島の小島ペリリュー島に建立された神社である。ペリリュー島には1934年に、アマテラス大臣を祭神とする南京神社が建立され、現地の日本人住民は、島の繁栄を祈願してきた。1944年、ペリリュー島で日米による、激しい戦闘が行われた。1953年から現在2003年までに、 約7600名の遺骨が収集された。日本の遺族会などの各団体により、慰霊費が混流された。特に1970年には、佐藤栄作首相とペリリュー島州長の間で、慰霊費の建設とその後の供養に関して覚書を交わし、日本政府から1万ドルが交付され、1972年に、島の墓園に、慰霊塔御玉が建設された。 ペリリュー神社鳥居、元空爆長の浦茂が、アナポリス海軍士官学校で、ニミッツ提督作と確認したと、名古屋二良之助が主張する私文1982年、清流社が組織した、青年神職南洋軍党異例巡派団のナメカは、有事が、遺骨50体を収集するとともに、日本から運搬した材料を使って、伊佐尾茂雄村長ら島民が見守る中、 ペリリュー神社が再建された。この際、ペリリュー島で戦死した一万余命の英霊が兵士された。神社は日本からの慰霊団や観光客からの外貨取得にも寄与している。1987年間、名古屋二良のスケチョ、世界に生きる日本の心の中では、神社再建がパラオ政府の要請によるもので、ペリリューの人たちが、 神社の建設を喜んだとして当該号の該当部分のコピーが記載されている。が、そこに書かれている英文をよく読むと、神社再建がパラオ政府の要請によるもので、ペリリューの人たちが神社の建設を喜んだの部分は、アコーダングツーユージナメカワ、もしくはセッドユージナメカワの発言を記載したものである。つまり、パラオ政府の要請によるもの、 ペリリューの人たちが神社の建設を喜んだは、神社建設の当事者であるナメ川の言い分であって、パシフィック・デイリー・ニュースはそれを掲載しただけだが、名越の本ではあたかも、パシフィック・デイリー・ニュースが独自取材で、神社再建がパラオ政府の要請によるもので、ペリリューの人たちが神社の建設を喜んだと報道したかのような、錯覚を与えるものとなっている。また、 この神社再建の際に、清流者と地元住民との間で、が契約されていたが、実際には、テンプルではなく、シュラインが建設され、納骨堂や、宿泊施設は未だ建設されるに至っていない。ペリリュー島戦没者遺族団体によると、この神社は1982年の、建設後1995年までに少なくとも2階現地の、住民によって破壊され、 また1997年2月に、久保健一が訪れた時には、銃撃を受けた痕跡も確認されているが、清流者側が修復を繰り返している。1972年建設の慰霊施設、三玉は、現地住民によって今も手厚く管理されている。ペリリュー島戦没者遺族団体は、この神社が混流された際に、 青年新職南洋軍統慰霊順パイ団が収集した50体の遺骨を前述の慰霊党、見たに納骨したいと清流者に対して返還を要求している。ありがとうございます。